こんに僕はお変わりありまして昨日久しぶりに外に出て、えー、スーパーまで向かって歩いて行ったんですけどもドアを開けて50メートル進んだ辺りぐらいのところで足元がふらっとこうなんかこうよろけていくような感じがあったんですよでまあ久しく外出ていなかったので筋肉量が減っているなというのは感じていたんですけどもまさかここまでかと 正直驚きまして、えー、なのでこ,う、ね、これ見ていただいている皆様もぜひこの間ですねお体だけはどうかお気をつけていただいてでなんとか生き延びましょう <music> で前回前回回の動画ごご覧いいただきままして誠にありがとうございます自己紹介と言いつつもただただ自分のことを語ってばっかりだったようでまあ自己紹介ってそういうものなんですけども経済的自立と社会的自立をどうやって写真家が保っているなんていう話そういう交渉の話をしているつもりだったんですけどもまあまさかのお金と僕の話ばっかりでしたよね。 はいえー、それでもそんな中でもたくさんの方があまた新たに予約を注文していただいたということで、えー、先ほど姫野さん赤赤社の姫野さんから伺いまして本当に嬉しい限りでまた改めてちょっとね写真集最後まで編集作業を頑張っていこうと思いましたで、えー、今日はようやく本題に入ろうかなと思うんですけど その前にまた一つちょっとお伺いしたいことがありましてそれは何かと言いますと皆さん写真集どのぐらいお持ちですかっていうのもそれなんで聞いたかというと僕自身は写真を始めるまで写真集なんて買ったこともなかったですし見たこともなかったんですよ。 でおそらく写真をやられている方であればもちろん当然写真集見たことあるだろうしお持ちであるだろうしだけども写真をやられていない方が写真集にこう小説を買うようにご興味持っていただけるかなと思ってこうちょっとね考えてみたんですけどやっぱなかなか難しいよなと写真をどうやって見るのかっていうことがあまあそもそも勉強で学校教育の中では受けないですし まあ受けけたととしてもももどどううななのかなとも思うんですけどもそれならばじゃあ一写真家僕がどういう風に写真集とか写真を見ているのかっていうのを少しこう簡単にこうご説明させていただいてから僕の写真集は日本の写真界の写真集の中まあ写真集会の中でどの辺の位置にあってこういう風な読み口があったりするんだよっていうのをこうお見せできればより多くの方が赤赤社のページに行ってえご予約ボタン 押していただけるんじゃないかなと思いましてちょっとこういうような説明を少しだけさせていただきたいなと思いましたで、僕も写真の学術的というか専門的な勉強は全く一切受けてなくて えー、スイスのドキュメンタリー写真家のもとで教えてはいただいたんですけども別に何か教科書とかあったわけでもなくで僕自身も果たして何がいい写真なのかっていうのは今でも迷いながらかつ写真がその時の社会の中でどういう意味があるのかっていうのはまあ常にこう疑問を持ちながら。 やっているんですけどもで写真の専門的なバックグラウンドがない写真家の人間がどうやって写真集を見ているのかっていうのを今ざっくりとここでご紹介できればなと思っております僕は個人的には写真集っていうのは4つの分類があると思ってます一つはアイドル系の写真集 これが一番わかりやすい写真集かなと思うんですけども例えば役者さんの素顔や表情といったものをこう写真で撮っていったものを集めたあ、まあ、ビジュアルの本ですよね。でそれが日本の中では一番写真集として認知されているんだろうなと思ってます。二つ目は図録とか。 美術展とかに行って美術作品 A、美術作品 A 美術作品 B 美術作品 C がこう図録的に並べられた図鑑のようなビジュアルでまとめられた本っていうのがまあ2個目の分類かなと。もう一つは物語的なもの物語調のものこれは。あ 伝えたいストーリーがあってそれを伝えるために写真を使って、えー、その物語を伝えるっていうようなものですかね。で、えー、これは小説とか映画の、うん、手法に近いと思うんですけどこれは別にアイドルの例えば一日だったとしても物語化はできると思うので、まあ、その辺はこう境界線は曖昧なんですけど分類した手前なんかこう明確な区切りがあるかのように見せてますけど別にそういうのはないです。 でえ最後はもうほんとひたすら感覚とかに訴えてくるような物語も何にもないただひたすらに感覚に訴えてくるようなものですねそういうのあるんですよ。僕の「あレッドハッド」の写真集は3つ目の物語を紡いでいくようなところにあるんですね。で物語とは言いましたけど それは事実が後ろに隠されていたり事実、事実、社会的な事実、事実があってその話を、そのストーリーを伝えようとすることがあそれを、そのストーリーを写真を使って伝えようとして、えー、ビジュアルの、まあ、写真を使って、えー、本にするっていうものが、まあ、説明難しいんですけど。それは 僕の赤赤者から出る「あレッドハット」はどこの分類に入るかと言いますとそう3つ目ですね、えー、写真を使って何かこう話ストーリーを伝えようとするっていうようなところに近いんだと思います。 伝えようとする物語っていうのは決して事実だけではなくてフィクションも含まれていてでそもそも事実とか真実っていうのはどういうものなのかっていうことも実はそこで問われているんですよね。 ちょっと試しにどういう写真集がそこの中にあるかっていうのをお見せすると、まあ、一番分かりやすいかなと思うんですけどおサン・リミタスリミテスっていうセオ・ゴスリンっていうフランスの写真家の方で、えーまあ、若い人なんですけども仲間と旅している時の写真をこう一冊の写真集にしていると。でほんとこうこれ見ていくとわかるんですけども開放感がすごくてこう開放感ってねもう 裸ですから解放感っていうのはもうもろなんですけど言葉通り解放なんですけど自分の旅の経験を写真を使って物語化していくっていう手法ですよね。とか、えー、これレッドヘッ,ッド・ペッカーウッドって言って、まあ、写真家のある写真家が50年以上も前のアメリカで起きた割と猟奇的な殺人事件をたどる。 でしかも使うのは自分が撮った写真とかじゃなくて、えー、昔のそこの時に当時残されていたあドキュメントとかあ文章とかだからこうただのこう写真家が写真を撮ってっていうようなところじゃなく本当にこうその昔起きた事件っていうものがどういうものだったのかっていうのをビジュアルで見せていくっていうようなものですね。そそれで見ているこっち側も何かその事件に出くわす という表現がいいのかわかんないですけど、それを何かこう追体験できるよう再構築されていくような感覚っていうんですかね。だから事件に関係あるものも関係ないものも含まれていて、だからノンフィクションな事件をフィクショナルに描いていくというような物語の伝え伝え方で本当に言葉っていうのはもう例えばこういう写真の中に出てるぐらいなんですよ。 であるいはねさっきのドキュメント文章の中にこうちょっと言葉が残ってたり映ってたりぐらいですよね。はい、でこういうようなものもあります。これはちょっとまた、えー、と趣向が違うんですけどウィリアム・エグルストンって言って、えー、写真界の中ではもうカラー写真の巨匠みたいな方なんですけどそのウィリアム・エグルストン の写真の場合は、まあ、物語を伝えるっていうよりもこれはもしかしたら4つ目、あのー、感覚に訴えてくるっていうところと親和性が高いのでその物語を伝えるとその感覚に訴えてくるっていうところのこう間に入ってくるようなものと思っていただいていいかもしれません。でこれなどういう写真が載っているかっていうとまあ見ていっていただくと。 えーまあ、これちょっと見えてるかどうかわかんないですけど、まあ、何気ない日常のスナップですねこれこそ何気ない日常のスナップがカラー写真で撮られているっていうでそのカラー写真の羅列があこの一冊になっているで、えー、この本当にもうこれは物語も何もなくてただただ単にただ単にアメリカの 一地方都市のカラー写真がこう集められているっていうような、まあ、寄せ集めって言ってもいいのかもしれないんですけどでも見ているこっちは何かこう物語を感じるようにも一応構成はされているんですよねでそ,、まあ、そこら辺が曖昧なんですけどもで、えー、もう一つは例えばこちらあ赤赤社さんから出ている金山隆弘さんの「While Leaves Are Falling」えー、っていうものでこれは。 お母様が認知症になられていくなっていくんですけどもそのお母様と金山さんのおばさん2人4人で旅している時に撮影した写真であったりこの4人を取り巻く環境にある風景を撮ってそれを紡いでいる写真集ですね。 でこうなで見ていくとだんだんとこう時間の経過っていうものをこれは感じさせてくれるんですよねだからこれが割と一番物語的って言ってもいいのかもしれないですねでこういうふうに写真集を見るのはいいんですけど結構見終わった後モヤモヤとするんですよでそれはどういうモヤモヤかっていうと曖昧さ何かこう答えを持ち合わせていない感じというんですかねで 僕はそれがすごく写真のすごくいいなと思うところなんですけどでもその曖昧さっていうのを嫌われる方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないのでそれについてちょっと説明したいんですけど写真集のことをとあるオランダの写真で写真集デザイナーの方トゥーンさんっていうんですけどその方のトークショーに行った時にすごくいい言葉を言っていて写真集を読んでめくっていくスピードっていうのは テキストが書かれた小説よりも早く映画よりも短いということを言っているんですよね。でそれはどういうことかっていうと例えば、えー、こちら「川上美恵子さんの夏物語」っていう小説があります。例えば文章を読もうとしたら、 結構時間かかるじゃないですかでそれをまたこう自分の中に頭の中に入れてそれをまた解釈してっていうのを繰り返してこう文章って読んでいくのでページをめくっていく時間って結構かかるんですよ僕の場合は。で型や写真集の場合はどうかっていうとめくるペースどんんなもんですかね例えば写真1枚見た時にこう写ってるものって一瞬で分かりますよねなんとなく。まあ3人のお姉さま方そしてワンちゃんがいるなカバンがあるな後ろに花があるなとかでそれをこう繰り返して見ていく。 で中に映ってるものがどういうものかっていうのを理解するのは割と早く理解できますよねと知っているものが映っている場合であればだけれども映画よりは遅いって言われているんですよでその映画よりは遅いっていうのはどういう意味かっていうと映画の場合は音声や映像の連続がこう一気に押し寄せてくるんですよね情報量としてだから情報量が通過していくスピードってめちゃくちゃ速いんですよ僕らが感覚として受けるのだから心っていうのは向こうから何かをこう 思いっきり語りかけてくるっていうことがないんですよで、それはどういうことかっていうと写真を見てる側が能動的にその写真を見てこれをどう解釈したらいいのかっていうことを問われているんですよ常に写真って本当にめんどくさいんですよねだけれども写真を見ていくとその曖昧さとかがすごく心地よく感じる時があってで、それはその普段僕らが生きている時に感じる感覚とかとも関わってくることだと思うんですけども 写真ってなかなかか言葉にしづらいんですよでそもそもね写真なんでこう解釈っていかようにもできて写真を見る人間がどういう背景でその写真を見てるかあるいはその写真家撮っている写真家がどういう意図を持って撮ってるかなんて実際には合致しないのでこうなかなか理解っていうのを100%できるツールではないんですよね。でもその曖昧さそののの曖曖昧昧ささ解釈の余地を残したががあるっていうことが 実はこの世界ですごく重要なんだっていうことを写真集は教えてくれるんですよ。僕は写真集とかを見る前まではいろんな感情にこう言葉が常についているものだと思ってたんですよ。だけれども写真集を見ていくと言葉にならない感覚っていうのがこうなんとなく芽生えてくるんですよね。それが多分曖昧なものだったりモヤモヤするものなんですけどでもそれこそが実は僕らがこの社会でこのいろんな。 人間の業がこう渦巻く状況の中で生きていく時にそういう言葉にならないもの感情っていうのがすごく大事なんだなっていうふうなことを写真集は僕に教えてくれてで写真集っていうのをもう少し読んでいこううっっって思ったって思たいう経験があります。でもこれはねあの一概には言えないですし僕自身の経験なのでそれをみんなが皆さんが経験しろとも言わないですしで写真のそういうモヤモヤとか曖昧さが 嫌だっていうふうに思われる方当然いらっしゃると思いますでそういう時はぜひ、まあ、僕の写真集と僕の次出る写真集とセットでこの竹内真理子さんが書いた沈黙とイメージというものをぜひ買って読んでいただきたいでこれはたまたま赤赤社さんから出ていて別に僕の写真集が赤赤社から出るからこれを今宣伝しているというわけではなくて竹内真理子さんが書かれている写真の文章ってすごくいいんですよで何がいいかって 写真に対して僕らはどういうふうな心構えで見ると写真っていうものがもう少し分かってくるかなっていうのがこう書かれているんですよね。で、まあ「沈黙とイメージ」っていうタイトルもその「沈黙」っていうのは写真例えばね例えば写真がこう1枚あってでこの写真を見た時に何かその写真からこう音声音が出るかっていうことを問うと音なんか出ないじゃないですか。でしかも、 キャプションもなないいし何言ってるかかわらないその沈黙が意味するものその写真の中に写っているものを理解しようとするその思考すること自体が写真を見る側には常にこう問いかけられているんですよね。で「話を僕の写真集に戻します」あ「あレッドハットを買っていただくと、まあ、物語帳になっている」と。 でその物語帳になっている写真の中で出会う方々っていうのはどういう方々なのかっていうことを次回の動画でお話をさせてくださいすいませんちょっとね今日思わずこう写真集の話をしてしまうとやっぱり長くなってしまいましたねいやー話が長くなってしまうのが僕の悪い癖 で次回は必ずあレッドハットの中身内容について触れていきますので,で予告ですけども次の動画で何をお話しするかというと僕の写真集の中で一番初めに出会う方はどういう方なのかっていうことを説明していきたいと思いますで,では皆さん安全な場所でお過ごしください、えー、また動画あげますでは